計画を再開しよう。愚かな神々が神の授けた肉体、神の気、我が物のごとくなるほど人間風情が、あだばなと地で、わかったぞ、貴様の成長が怒りだな。息子を傷つけられた怒りが貴様を強く変えたのだろう。気づいてみれば単純な話だが、怒りをパワーに変え、人間にしか思いつかないおぞましい方法ゆえ、つい逃がしてしまった。そうか、怒りか、宇宙を汚す人間への怒り、それを黙認する神への怒り、そしてベジータ、俺の番だぞ。どうした人間だ、神の技の前に足がすくんで動けんか。報いを受けろ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。何か嫌な気が、ザマスに何か起きているのか。危ないところだったな。人間相手にあまり無様を晒すな。もうせっかく封印できそうだったのに。逃げてください母さん、ここは俺が。おお、たった一人で俺たちの相手をするつもりか。貴様には学習能力が備わっていないようだな。あいつの言う通りよ、一人でなんて無茶だわ。父さんと悟空さんもこちらに向かっているはずです。二人が来るまでやってみせます。結局過去の人間に頼りきりか。貴様はどうしようもなく弱くて愚かな罪人だな。黙れ、貴様に何がわかる。
貴様さえやってこなければこの世界は平和だったんだ。罪を重ねて手に入れた偽りの平和だろ。それを破壊するのも神の務めだ。おべを垂れろ。ブルマを連れてさっさと下がれ。同じことだ。誰が相手でもない。何という未熟さ。アダバナとチェイトバカめ。うわこの俺こそが最強だ。だな、サイヤ人。そうはさせねえぞ。人間どもは何やら不思議な技を使う。それは神である我々すら脅かすものだ。今の光、それに先ほどお前を封じようとしていた妙な技のことか。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。
機は熟したということかもしれない。ポタラを使い合体しよう。いや、それは早計というものだ。何？先ほどお前を封じようとしていた技、あれを阻止できたのは俺がいたからだ。二人いるからこそ人間たちの奇策に打てる手もあるとは思わないか？なるほど、一理あるな。それにあいつらごときを始末するのに見せる必要はないか。ん？ことか。あちらの世界の海王神は生きているんだったな。ポタラか。まさか我々の切り札を先に使われるとは。だがポタラを使わなければならんほど奴らは追い詰められているということだ。それに合体しようとも所詮は人間、我々神に勝てるはずもない。どうした？神の力はこれっぽっちか？己人間、調子に乗るな。許されぬポタラまで使用するとどれだけ罪を重ねれば気が済むのだ。お前の理屈は聞き飽きた。さっさとひねりつぶしてみな。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最高。こちらよ、カメラ。悪くはない。神に抗う死ぬ者は邪魔すよ。これは合体に躊躇している場合ではないのではないか。彼を川に変える。その身刻み込め。カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが俺は今美しさの頂点だ。どういうことだ？どうやらここまでのようだな。人間が神に勝てるはずがないのだ。
さんも悟空さんも今のうちに俺が時間を稼ぎます。隙だらけだぞサイヤ人。トランクス、トランクスの身勝手な行動は過去を変え、時の指輪を増やすという結果をもたらした。己の弱さゆえに世界を歪ませる人間は全て滅ぼさなければならない。させてたまるか。貴様らだけは絶対に許さん。ベジータの言う通りだ。おめえらを倒さなきゃ、オラの気もすまねえ。俺たちサイヤ人の力を見せてやる。無知ゆえに神を冒涜し続けるとは。人間風情が神に力を語るな。もう諦めろ。貴様も分かっているだろう。神に勝てるわけがないことをやってみなけりゃ分からねえだろう。愚かだな。人間はつくづく無駄な抵抗が好きだし。超越した神と無頓な人間の力の差。わが刃を素晴らしい。サイヤ人の肉体こそ神の恵みの究極。神に抗う知れ者が。報いを受けろ。怒りを川に変える。その身刻み込む。カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。私がやろう。
美しい世界のために。時を超え歴史を変えるという人間の愚かな選択。神の領域に踏み込み世界を歪めたその罪を死で償うがいい。人間ゼロ計画の遂行だ。ナマス・ブラッカー、おめえたちにこれ以上やらせねえ。あっめっあっめっ、終わりにしよう。ああ。我々の邪魔をする者はいなくなった。あとは成し遂げるだけだ。我々の悲願、人間ゼロ計画を。全ての人間を消し去ることで世界は美しさを取り戻す。それこそが神の務め。待ってろ、愚かな人間ども。我々にひれ伏し破滅を迎えるのだ。こうして悟空ブラックとザマスにより人間ゼロ計画は遂行された。その後この世界が、この宇宙がどうなったのか、それは誰も知る由もないのだ。計画を再開しよう。人間どもは、神にしか許されぬポータラまで使用するとは、どれだけ罪を重ねれば気が済むのか。お前の理屈は聞き飽きた。さっさとひねり潰してみな。あだばなとちげい。ダメだ。この川に帰る。なんという未熟さ。これは今美しさの頂点に。
ザマスよ、これは合体に躊躇している場合ではないのではないか。カメハメ、誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。こっちだよ。なんという未熟さ。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。共に戦意を。創世の始まった。我が姿は正義、我が姿は世界。あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを。俺も加勢します。次は俺が相手になる。とだ、後ろだ。神の手で殺されるなど光栄なことだな。新たな時代の息吹をこの星に宿せ。絶対の生き方し。終わりだ。こんな話せよ。聖なる激鈴、これが神の怒りだ。自分の過ちに気づかぬ愚かな罪人よ。人間がいくら集まろうとも神の光には勝てぬのだ。所詮貴様は汚れた罪人、神にかなうわけがないのだ。トランクス、罪とともにその汚れた存在を浄化してくれよう、サイヤ人。これで我に逆らう者はいなくなった。さあ今この時より宇宙に新章が始まる。大いなる神の力と意志で永遠の正義を実現するのだ。